はいじゃあボレーはですねまずは構えは一緒です、必ず肩幅よも広いスタンスを取ります、で膝を曲げます、でボールがまずはフォアボレーですね、ボールが来たときにまずは同じようにストロークと同じように体を若干右側にですねターンさせて構えます、でそのときに気をつけてほしいのが二人ともそうですけども、この一番気をつけてほしいのはこの手首の形ですね。 この形、フォアボレーのこの形、で、えー、フォアボレーの要するにここの手首の形ですね、この形を要するに、これ以上、ラケットがもう後ろに行かないというような、えー、この手首の形をしっかり作ります。これが、えー、緩んでいると、ですね当たった瞬間に手首がこうやって押されますので、ボールが、えー、うまく取れないということになってしまいます。ですから、必ずこのここの手首の形、2人の手首の形ですね、ここをしっかり、えー、真似てください。 必ずこの要するに、こういう、これ以上もう後ろを押されないという形を作ります。これがフォアボレーです。で、フォアボレの場合、その後にボールが来ます。で、2人の構えを見て分かると思いますけれども、ラケットは大きく後ろには絶対引きません。自分の視界の中にラケットが入っているという状況ですね。そうすると、どういうボールが来ても、捕まえることは、キャッチすることは絶対可能です。そそこででボボーールルが来てですねそのボールをまずは 捕まえます。で、フォアボレールの場合は、その捕まえた後ですね、捕まえた後にラケットを要するに出していくということですね、ここ、捕まえて出すっていうこの動きです。はい、必ず、はい、構えたい、構えて、はい、フォアボレール、ボールが来て、捕まえたらば、そこから出すということですね。はい、この動きを要は、えー、しっかりやってください。ラケットは絶対後ろに大きく引かないですね、必ず視界の中にラケットが残っているというような状況、そこから捕まえてから前です。これが フォアボーですねまずはスタンスですけどもスタンスはストロークと同じように肩幅よりも広くとって膝を曲げるということですね。でまずフォアボレーですけどもフォアボレーはまずはグリップの形ですねグリップの形を見てほしいんですけども。 これ以上、後ろにラケットが動かないというグリップを作ってボレーをします。で、フォアボレーの場合にはボールが来てそのボールを捕まえてから前というとですね、捕まえてから前というような感覚でボレーをつかまえます。で、 スタンス、えー、グリップの形で、えー、捕まえてから前という、えー、ここのところを、えー、しっかり曲げ、えー、てください。